はい、どうもこんにちは。源太郎チャンネルへようこそ。今日はですね、冬休みの特別動画2回ということでね、商品紹介していきます。今日紹介するお菓子はこちら。はい、ピュレ組のですね、お守り梅味ということでね、梅のね、ピュレ組が発売されました。はい、今回ね、ちょっと受験生応援ということでね、受験生を激励するためにこの商品を買ってみました。ただね、私ね、アドバイスも何もできないのでね、申し訳ないんですけど、というのも指定校推薦で入ったので、入れてもらったので、ちょっとね、受験勉強の仕方とかはね、塾の先生とかに聞いていただければと思ってます。まあ本当にね、この時期だともう受験もね、直前かもしれないのでね、まあいつご覧になってるかわかんないんですけど、まあだから YouTube なんてね、見てる、まあ暇もないと思うし、まあ、ね、見てご覧になってるのがね、受験生じゃないことが多いと思うんですけどね。まあ受験生激励ということでね、この商品紹介していきたいと思います。いいね。パッケージがいいよね。すごい、梅がすごい。この甘露株式会社っていうとこが出してるんですけど、甘露株式会社すごいみたいね。飴とかさ、いろいろさ、若者にヒットする商品を立て続けに連発しててさ、なんかすごいですよね。あなたの願いが実りますように。いいですね。私の願いは何でしょう。やっぱりね、この YouTube 成功することですかね。YouTube で成功して、大泉洋、YouTube 界の大泉洋になると。それが一番の夢でございます。で、その夢が叶ったら、まあ、シンガポールにね、1年ぐらい住んでみて、で、まあ、マリーナベイサンズを見て、マリーナベイサンズの景色を見て、いいなーって1週間ぐらい滞在して、で、その後宇宙旅行。とてつもない夢ですけどね。宇宙行ってみたいんですよね。まあいいや、そんな話はいいっすね。はいはいはい。開けてみましょう。お、2つ、2種類ありますよ。2種類。まず1つ目がこちら。ピンク色の、なんか可愛らしいですね、色が。いただきます。おー、梅の味が後からだんだん伝わってきますね。うめえ味ですよ。うめえ味。なんだ、普通のピュレグミに比べて、そんなに、酸っぱくないかな。こういうこと言い方したらあれかもしれない。なんだろうね。梅の甘みがね、あってね。まあ、梅自体酸っぱいものですからね。まあ、酸っぱいんですけど、なんか梅の旨味みたいなのをね、出してて、それが美味しいですね。あ、でも酸っぱいわ。酸っぱいわ、これ。酸っぱい。ピュレグミ酸っぱいのがね、メイン、売りですからね。酸っぱいから美味しいよ。食感もいいんですよね。なんか、普通の、硬くもないんだけど、柔らかすぎもなくて、なんかね、噛み応えがいいんですよね。アルデンテな噛み応えなんですね。アルデンテって意味わかんないけど、なんか、パッケージとかに書いてあったから、真似してみましたけど。美味しい。まあ、そうね、受験終わった人にもそうかもしれないけど、やっぱりね、受験ってね、結局、なんだろう。僕はうまくいかなかった方かもしれないけど、その後の大学生活で頑張るかどうかだと思うんですよね。でね、その前の高校生活頑張った人は、ね、大学でいい結果が出るかもしれないしね。受験に関して言うとね。で、大学で頑張った人は、世の中に出てからね、活躍するかもしれないしね。まあ、そんなね、人生のね、小さな通過点に過ぎないんでね。まあ、受験終わった人からすると、まあ、そうね、今を頑張れって話ですよね。今を頑張った人が、いい人生をね、つかめんじゃないですかね。まだ人生終わってないですけど、
うん、今僕結構充実しててね、本当に、うん、高校で頑張ってきてよかったなって思うし、まあ、指定校推薦取ってくださってありがたいなと思うし、うん、何より友達がね、いい友達がいっぱいできてね、よかったなと思うし、うん。で、なんかね、この後ろにね、おみくじで占おうっていうのがあってね、これで占えるみたいなので、ちょっと私も占っていきたいと思います。将来なんてね、誰にもわからないですけどね。まあこういうの見てね、安心したりね、なんか頑張ろうと思ったりね、したらいいですよね。甘露ジャパンってとこに飛ぶんですか？はい。はい、ピュレミクジっていうのが出てきましたよ。ピュレミクジ。で、5つの模様から1つを選んでねって出てきました。はい。じゃあ選んでいきたいと思います。どれ選ぼう？じゃあなんか赤いのが一番なんか縁起良さそうだから赤いの選んでみましょう。はい。何これ？え？ピュレ吉でしたって。幸運な出会いの予感。初めて話す人にもありのままで自分の、ありのままの自分でいるのが吉。ラッキーアイテム、ハート柄のファッションアイテム、そんなのつけられませんね。ちょっと恥ずかしくて。おまじない。白いハートを食べるとポジティブになってもう一頑張りできるかも。あ、さっきから白いの全然食べてなかったですね。そのね、白とね、ピンクがあるんですよ。ちょっと食べ比べてみよう。白食べてみよう。ん？味変わるかな？こんな味変わんないと思うよ。多分、色ついてるかついてないかの、感じだと思うけどね。美味しいよ。美味しい美味しい。あとはさっき勉強の話してましたけど、まあね、僕ね、勉強だけじゃないんだよね。ちょっと大学で頑張りたいと思ってたのが、まあそう、学力ではね、もっと上の人がいますから、まあ努力しても絶対追いつけない人もいますので、まあそれは置いといてね、それもある程度は頑張ると。それ以外のとこですよね。僕は一番ね、充実したね、大学生になりたいなって思って、そう、大学生活一番炎上してやるっていうね、気持ちでね、まあ、サークル、登山部だったりね、まあ、いろいろね、頑張ってるんでね、そこはね、旅行行ってみたりとか、海外留学行ってみたりとかね、まあ、そこはね、頑張っていきたいなって思ってます。はい、ということで、今日はね、ちょっと、私の話とかね、あと、まあ、受験生の激励みたいな感じで話そうと思ったんですけど、なかなか受験のエピソードがあまりなかったもんで、まあね、今を頑張りましょうという話でしたね。はい、ということで、めちゃくちゃ美味しいです。美味しいしね、酸っぱいし、甘いしね、最高。なんか、落ち着く感じがするかな。梅が、いい感じでした。はい、ということで、チャンネル登録、高評価、共演のほどよろしくお願いします。ということで、頑張れ！以上！